はい。いよいよですね、ドリームアカデミア最後の案内、えー、入学願書、えー、提出受付開始、スタートしました。はい。もう0時、もう裏メールマガに登録されている方はですね、0時に発信してますので、まあ、メールの方を見ていただいているんじゃないかなと思いますし、えーまあ、まだメールマガ登録されてない方は登録しておいてください。えー、残り2発ぐらいですかね。まあ、ちょっと様子見てって感じですね。 ただまあ,あの、今日、12月20日、今日、えー、ご案内するのが最終となります。で、今後、えー、21年ですか、僕、ドリームアカデミア60歳まで、今39歳、えー、今年、えー、12月が、えー、僕の30代最後の、えー、12月となります。来年の12月は僕40歳です。 で、一応ドリームアカデミーは僕60歳までサポートしますよと、えー、コンテンツをね、えー、提供しますよと、アップデートしていきますよっていうお話をしていますけども、まあ、残り約20年間、えー、本コースのご案内はもうありません。はい。もちろん入ることはできるんですけど、入り口が変わります。なんで、えー、入り口が変わりますので、まあ、本コースいきなり入るっていうことはあできなくなります。まあ、案内しないので。 なんで、まあ、うん、ぶっちゃけ言うと、うん、その本コースにもし入るんだったら、うん、今以上の金を積まないといけないかもしれないですね。で、あとは、えっ、ー、と、これもちょっと僕の気分次第なんですけども、まあ、今回案内してみてっていうのもありますけども、あの、今ね、分割を、あの、今回分割を、えー、ご案内させていただきました。うん、分割ね。今回の分割、えー、分割って何かっていうと、えー、5万、5万、 かける、えー、かける、えー、24回、イコール120万ですね。で、まあ、これクレジットカードだけですけど、クレカで、えー、一括、一括割り、かっこ10万、十万引き、110万と。みたいな感じで、今回をご案内させていただきましたけども、 うんまあ、今後はね、もしかしたら一括のみになるかもしれないです。一括で120万しか受け付けないっていう形になるかもしれないです。そこはすいません。ちょっとまたいろいろ僕の,あの気持ちが変わればって話なんですけど、とりあえず今回のご案内は5万かける24回やりますけれども、えー、今後は分割がないかもしれないです。はい、例えばまあ、学校の大学の入学金 5万円24回とかないですよね。申し上げますけど、大学の入学金を5万かける24回でどうですかとか、1万のなんとかな,なくないですか多分、多分ないんで。分 <laughs> かんないです。探せばあんのかわかんないですけど、5万円ぐらいの分割で大,大学4年、4年大学入れるっていう大学は多分ねえんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ僕はその大学と勝負したいので、でドリームアカデミアが大学より価値がないと思われるんだったら、 まあそれはそれで僕の企業努力不足なんで、えー、大学に勝てるように頑張ります。うん。はい。まあ僕も大学行きましたけども、4年代行きましたけど、僕はもうスポーツで入ってるので、うーん、別にその、なんだろうな、何を得たっていうのはあんまないんですよね、大学で。まあその、ね、もちろんその、僕と同じような人もいないと思う、いる、いないかもしれない、いないとは思うんですけども、 うん、あ、いろいろ場合もあるか。まあ、スポーツやられてて、スポーツで大学行くっていう人ですね。ただね、僕ね、ほんの一部だと思うんですよ。なぜワッツなぜ大学に行くんですかと。に進学する。これね、なんとなくだと思います。みんなが言ってるから。多分、結構の、結構の多数が、 みんなが行ってるからなんとなくとりあえず大学出ておくっていうとりあえず大学出ておくみたいな感じで行くと思うんですね。で一部の人はその将来のためにこの大学に入ってこの大学で教えてるこの講義をしっかり習得したいって行く方もいらっしゃると思いますけども結構大多数が 流されて生きてますんで、なんとなくみんなが言ってるからかなって思います。高校とかもそうですよね。あの、中学校で義務教育は終わるわけです。だから高校進学するかしないかは自由なんだけども、いや、さすがに高校は出てこう、みたいな、<laughs> まあ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 、常識というかね、一般的ななんかそういうのあるじゃないですか。みんなが言ってるからみたいな。多分そんな感じだと思うんですよね、大体は。うん でなんとなく大学に行く、なんとなく大学行くのに何百万払うわけじゃないですか。<laughs> まあもちろんね、親が払ってるところが多いと思うんですけども、払ってるんですよ。で、家が貧乏の場合はあの国から、国から金借りて行くわけじゃないですか。なんとなく借金して大学行きます。もう最悪ですよ。それだったら行かない方がいいですよ。もう一度言いますね。 なんとなく大学に行く、そのために国から借金してあの大学に行くのはマジでおすすめしないですね。うん。そんなんだったらドリアカ入れって僕は言いたいですね。だからなんとなく大学に行く奴らに言いたいです。ドリアカ入れと。大学行くなと。そんな気持ちでね。金の無駄遣いだというところですね。ただ、自分の将来のために、 これを勉強したいから大学行くんだっていうことはもう全然言っていただいて、えー、いいと思いますけど、マジでなんとなくみんなが言ってるから何百万払う。やめてほしい。やめた方がいいと思いますね。マジで。得られるもんあんまないですよ。多分それで。うん。まあそんな感じです。で、あとは、まあ今回ね、得点。得点つけてます。まあこれもね、今回、今回限り最初で最後の得点です。はい。これが何かっていうと110万相当ですね。 えー、マンツーママンマンツーコンサル、マンツーコンサルが三十万円相当、えー、100回、100回ですね。はい得点その一と、で、えー、得点その二と、えー、鹿児島合宿、マンツーマン。マンツーマンですから、これ。マンツー 鹿児島合宿、えー、これ20万円相当。これ4回無料ですね。はい。はい。これつけてます。もう <laughs>。これはもう本当にマジでつけないです。絶対です。絶対です。絶対つけない。絶対つけない。いや、マジでもう、ここでね、コミットします。絶対つけません。なんで絶対つけないかっていうと、ま、マジでこれ労働なんで、 あの、労働するとじ、僕の自由な時間もなくなりますから。<laughs> 別にその、だろう Q&A で動画撮るのはいいんですよ。ね。別に自分の好きな時間に動画撮って回答すればいいだけなんで、全然それはやりますけど、マンツーマンに関しては、お互いの時間を束縛しないといけないじゃないですか。日程合わせないといけないし、そこで決めないといけないですし、合宿も日程調整して決めないといけないし、その区間拘束されるので、それが嫌なんですよ。うん。 だけど、嫌なことも、まあ、30代最後だから、やるぞと。やりたくないこともやるっていうのが僕の流儀でありますので。で、あとは、今年最後のね、ご案内。そして、えー、本コース最後のご案内。まあ、いろいろ全部が重なってこれをつけます。はい。なんで、まあ、あのー、このね、えー、今回ね、まあ、今後どうなるかわかんないですけども、今回はこれではご案内しますんで、例えば、5万円だったらね、五、えー、5万割る。 これね、5, 5万割る、えー、30日はい、いくらですかと5万割る30日はい、えー、5万円ですね5 0五5 0 0万割る30はい、えー、1600円ぐらいですね1600円約,約1600円、はい、約1600円です1日だからまあまあこれはちょっとメルマガで使おうかと思うんですけど百1日1600円でドリアが入れるっていうね はい、1,600円を飯代にするのかもしくは飯をちょっと節約して安くするのか何かちょっと節約して1,600円作るのかこう考えてほしいんですけどこれから月収100万を稼ごうとしている人が1,600円をどうやったら節約できるのかなとかどうやったら1,600円稼げるのかなっていうことを考えないんであるならば申し訳ないけどドリアカに入っても稼げないと思いますよだって1,600円も稼ぐ気がないんですよね 大丈夫ですか <laughs> もう一度言いますね。一日1600円も稼ごうとしない奴が、もしくは稼げないんだったら節約しようとしない奴が月収100万稼げると思います。一日1600円も稼ぎに行かない。ねあのー、1600円節約もしようとしない。 ね。どう、どうにかして1600円作ろうとしない。そんな奴は月収100万稼げると思います。もうそもそも無理なんでやめた方がいいと思います。だって1600円ですよ。1日100万稼げって言ってるわけじゃないです。1日1600円です。ね。コンビニでバイトを2時間したらもう1600円くらい稼げるでしょって話して。別にコンビニでバイトしなくてもいいですし、1600円くらいだったらなんか節約すれば多分作れると思うんですよ。うん。例えば外食をしたとします。 じゃあ、まあ、1600円、まあ、東京のランチとだったらね、1300円とか1500円しますけど、まあ、例えば、ヨシギュを四回、3回食ったら、ま、なんだ、まあ、波じゃないな。大盛り、大盛りヨシギュ3回分っすか。まあ、1500円くらいになると思うんですけど、そう、500円くらいですよね、大盛りだったら。だ三五3 5 5で1500円くらいですよね。うん。はい。1日1600円で入れます。はい。約ね。 これはどう思いますかっていう話ですね。ただまあ今回はこれでご案内しますけれども、えー、なんだ、あー今後は一括のみしか受け付けないっていうことがかなり高確率であり得ます。分割しないよっていうことですね。うん。まあ、ぶっちゃけ言うとなんで分割したくないかっていうと、キャッシュフローなんですよ。ね。まあ,まあすいません、買い手に、買い手のね、 あの、入学する人には全く関係ないので、まあ言うべきことじゃないですけども、じゃあ例えばね、10人売ったとしても、今月入ってくるキャッシュフローが僕は50万しかないわけですよね。<laughs> 売り上げとしては <laughs>。10人、もし仮に入ったとしてもですよ。で、あの、一括で入った方がキャッシュフローを分配しやすいんですよ。うん。まあもちろん分割で定期的に入ってくる、安定するっていうのはもう一例あるんだけども、まあ言うても5万円ですから <laughs>、 で、僕の数を見ればわかると思います。僕も今回その得点をつけた理由のもう一つの理由として、なんだ、あの、まあ、何百人も入んねえよねって話して、<laughs> まあ、ま、ま、まあ、ゼロも想定してますからね、僕の場合は。ゼロも <laughs>。なんで、ま、数名かなと思いますですね。で、数名だから、ま、これつけてもいいかなと思ってるんですよ。うん。 もし僕、まあ今までも僕は毎月テストしてて、あのいっぱい毎月商品売ってるわけですよ。だから大体のキャパシティっていうのはそれはわかりますよね。何人入るのかっていう。そもそも再生数が100ぐらいなんで、ね、そもそも論として、うん、100%のコンバージョンで120万の商品を買うってどんな動画やねんっていうね。どれだけコインだっていうね。YouTube 濃すぎるだろうって話で。それはありえないんで。 100再生で100人が120万買うとか、マジでないんで。うん。だから僕は数名って予測してます。うん。でもそれをちょっと伸ばすように、まあ、今回頑張っても、頑張って売りますけども。うん。はい。な感じですかね。はい。1600円どうですか稼ぎに行きませんかえー、それとも節約しようと考えて実行しないですかうん。そう。まあこれで今、今回は入れます。ただ、 まあ来年からまあ,まあ本コースの案内もしなくなるからね。はいまあ、そんな感じです。まあ僕自身もこれが最後なんで結構動画撮りましたけどもね。そう。まああと対談も結構撮ってますし、ままだ公開してない対談あるんで、まあ、ただ公開、あの今日もね対談動画あ、対談音声か公開しますけども、結構撮りましたね。10本ぐらいは撮ったのかな、トータルで。うん。まあ実際にまあ熟成さんの声聞いてもらえればわかると思いますけど、 まあ、やればね、あのー、変わりますから、マジで。変わらない理由ってやってないだけですから、一言で言うとね。でも、そのやり方どうすんねんっていうところに関しては、もう、ここにもう、全部あります。マジで。マジで全部あるんで、ね、ここに全部、ステップでね、全部あります。全部。全部あります。ステップで。全部あります。で、あの、ね、ここの、フォローアップ勉強会ってやつも、フォローでね、まあ、直近のネタだったりとか、あの、熟成さんからもらった、 悩みを元に講義作ったりとか、これ5年やってますから。だから12、12×5 でもうなんだ、50分以上あるかな、この講義、フォローアップ。で、これはもう来年も続けてきますんで、ずっとこれ、あの僕が60歳になるまでここの講義は間違いなく続きます、フォローアップのね。はい、あ、僕が死ななければ。 不良の事故に合わなければ、ここも60歳まであと20年間、ここもブワーって続きます。で、あと、ここのカテゴリーに関しても、えー、アップデートが必要だなと思ったら、ここもアップデートしていきます。ここら辺もアップデートしましたし、なんだ、えーまあ、ここもちょいちょい追加したりとか、ここもね、ちょいちょい追加したりとかしてますし、えー、ここもなんだ、ちょいちょい追加したし、ここもちょいちょい追加したし、あ、ここは追加してないか。ここは追加したか。ここを追加したりとかとか。うん。 ま、追加してますんで。だから学ぶものはもうめちゃくちゃあります。ここに。もう、もう一個で十分です。もうマジで。ここ、ここで本当大丈夫です。だから情報ビジネスを極めたいっていうことだったらマジで、もうこれ一択で十分なんで。まあ僕もいろんな商品売りますけども、もう買わなくていいですから。うん。だからね、あの、まあもちろんドリアカに入っても買っていただける方いるんですよ。ファンの方とかね。 だけど、あの、俊英くん君とかね、もうほぼ買ってないですからね。俊英くんえい君ね。俊英くんえい君、あ,あ、そう、俊英くんえい君の、あの、俊英くん君のこの自動で稼ぐっていうね、この俊英くん君の,あの講義もここに追加してますけども、俊英くん君は僕から商品買わないですね。ほと,ほとんど。うん。な、もうドリアク一択でいいって思、まあ俊英くん君も思ってるし。<laughs> そう。俊英くん君にね、商品売るのはね、難しいんですよね。 周辺にどあの商品売のは難しいんですけどいいんですよ、うん。別に僕から商品を買うことが、あの、なんだ、目的じゃないんで、<laughs> このドリームアカデミーを活かして羽ばたいて、まあこの鳥にしてるのはね、自由に羽ばたくと。昔から僕はちっちゃいガキの頃からね、鳥を見てね、えー、あの、あんな鳥になれたらいいなと。なんかめっちゃ気持ちよさそうじゃないですか、鳥って自由に羽ばたいて。 だから僕はもうあの自由に生きるっていうところで、この鳥のロゴをね、持ってきたんですけど。うん、だからやっぱね、嫌いな仕事をずっと30年、40年続ける、えー、時間的自由がない、収入的、えー、限界がある。それで人生終わっていいんですかとあ。死ぬ前にどうしたいんですかというところでございますね。うん はい、少なくてもあの、僕がもう何度も言いますけど、この情報ビジネスっていうのは、ね、もちろんその授業料はもらいますよ。授業料はしっかり、サポート代だ、まあ、ぶ,ぶっちゃけその120万で20年間サポート受けられるんですよ。<laughs> これ高いですかね逆に。あなたあの、ちょっと言葉きついかもしれないですけど、できますか ?20 年間無料で120万で。 だって1年間給料をもらって、まあ年収200万とか言われてますけど、1年間働いたら200万もらえるわけじゃないですか。で、これで10年働いたら2000万ですよ。うん、じゃあ20年働いたら4000万もらえるんですよ。普通に働いたら。で僕はもちろん1人だけではないので、多数に売ってますんで、あれですけども、20年間120万で働きますか。あなたに問いたいんですけど。はい。僕はやります。で、なんでやるかっていうと、まあこれ色々動画でも言ってますけども、 変え、変えたいんだったら変えてほしいんですよ。変えられるよっていう話で。やっぱり僕が他の人と違うのは、やっぱね、クズだったんですよ。めちゃくちゃクズみたいな人間だったんで、そんなクズがね、今なんか偉そうにこうやって動画でもしゃ喋ってますけども、まあ実際に本当に当時17年前ですか、パソコン1台でなんか自由になれるみたいな憧れて、まあネットビジネス入りましたけども、それができたんですよ。クズみたいなやつでも。 だからクズでも人生変えられるっていうことを伝え続けたいですよね。まあそれが僕の仕事。あまあ、なんかかっこよく言かっこよく言葉にまとめるんだったら使命みたいなね。ただその人生を変えていくことっていうのが、うん、他の仕事じゃなかなかできないかなと思うんですよね。で、あとはやっぱね、まあこれは、 人生を、自分がきっかけでその人生が変わりましたっていう人がいなければ、そ僕のその、なんだろうな、面白みというか、それは理解できないと思うんですけど、めちゃくちゃ楽しいですからね。吉谷さんのおかげで人生変わりましたって言ってもらって、そして恋関係でいろんなあ遊んだりとかね、どっか行ったりとか、人生、吉谷さんのおかげで人生変わりましたっていう人とつるんで、あの、楽しくないわけないですよね、あんまり、ね。お互いにリスペクトしてるから、 楽しいんですよねだからもう究極系の仲間というか、うん、意思疎通なんか、うん、お互いのそのマインドもおたな考え方もこうリンクし合ってて、うん、だ会社の仲間とか多分ね結局付き合いだけじゃないですか。 うん付き合いだけですよね、会社の仲間って。だから仲間じゃないんですよね。だから本当の仲間って、その、なんだろうな、そういう深い関係性じゃないかなとは思うんですよね。うーん だそういうのをあの、僕はこれ仕事としてやってますから、まあ、えー、社会的に見ると多分情報商材やなんかうさんくせいことやってるんだなと思われるかもしれないけども、僕はもうこれを仕事としてやってますし、自分で自信を持ってね、紹介してますし、えー、なんだ、うん、まあこれからもおすすめします。なぜならば、情報ビジネスは、あの、初期費用もかからんし、 ね。まあ、授業料はもらいますよ。授業料はもらうけども、実際やるのに、まあ、この動画、YouTube に関しても0円だし、まあ、全部 SNS ほぼ0円じゃないですか。なんで、情報発信って誰でもできるわけじゃないですか。ただでできるんだから。食費をかかんないし、銀行から融資もらう必要もないし、うん。で、ランニングコストもほぼかかんないと。もう絶対、01で作るんだったら情報ビジネスだよって、僕は、あの、その事実がある以上、言い続けたいですよね。うーん。 で、あのこ、この時代。これからこの時代です。えー、情報の時代です。うん、じゃあ、この時代って何なんですかっていう話で、発信力ですよ。もう間違いなく発信力ですね。で、発信力っていうのが、じゃあ、大きなね、再生数を稼ぐ、大きなトラフィックを集める、影響力を集めるっていうのも一つあります。ただ、ピンポイントで一人に影響を与えるっていうのも僕は発信力の一つだと思いますし、 別に100人にリーチしたとしても、100人誰一人人生変わんなかったら、それはどうなのっていうところで、一人でもあの情報を伝えることができて、実際に人生を変えることができたとするならば、僕はそれはそれでいいと思うんですね。何が正解で何が間違ってるのかどうでもよくて、自分がやってて楽しいなとか、この仕事って面白いなと思えれば、僕はいいと思うんですよ。周りがどう言おうとね。僕はこれ面白いわけです今はね。 まあ昔はそんなね、あのー、面白いとは思わなかったですけど、やればやるほど、なんだ、やればやるほど仕事の面白みっていうのがわかるようになってきましたね。それ17年やってますから。17年やってるんで、やればやるほど面白みが分かってきますよね。深みが。うーん。はい。ということで、まあ、あー、 今日のま、また、十、ま、十八時、二十二時は送ると思いますけども、あと何通かで終わりますので、まあ、メルマが登録してない方は登録しといてください。まあ、興味なかったら全然登録しなくてもいいんですけど、はい。あなたが興味あろうがなかろうが入る入らないど,どちらでもいいんですけど、あの、僕はこれで、えー、ラスト、ラスト侍ですね。ラストの案内ということで、えー、僕はやります。はい。ご案内していきます。ラストなんで。もう二十年間、もうずっとこれやんないんで。うん。 本当に最後ですね、はい、では終わりたいと思います。ありがとうございます。